大久保春野から1915年1月26日は、日本の陸軍軍人、家族、朝鮮中東軍司令官、第三師団長、第六師団長等を歴任する。階級は、陸軍大将十二位、君移投降二級男爵。大久保氏は、古代皇尚天皇の子孫で、ワニ武神の流れにある。古くは、西尾氏を称していた。 宗州小田原藩主大久保氏は同族。大久保家は、代々式内者である、剣社丹海国玉、神社士官家で、父の大久保忠敬も、やはり偶事であった。春野は、忠敬の長男として生まれ、演習報告隊として、父と共に、母親戦争に従軍する。維新後、明治3年5月、大阪兵が校内幼年校生徒となる。同十月からフランスに留学し、 1875年7月、帰国。陸軍省7等出資に命ぜられる。1877年4月、陸軍不評調査に任官され陸軍省、第2局第5課長。1879年1月、第2局第1課長に移り、同10月故障変更となり人員局不評課長となる。1880年5月に、 熊本賃大府評第14連隊大隊長となり、1882年12月、参謀本部官西局院に移る。1885年、中佐に進み7月24日から、参謀本部編参加長兼第2局第三課長に就任する。1886年3月19日、不評第12連隊長に移り、1889年、 不評大佐に進級する。1890年6月13日、茨城これ秋の後を受け陸軍と山が校長につき、1891年6月15日、陸軍士官が校長に移る。翌年11月24日、第2師団参謀長に就任し、1894年には陸軍少将に任命され不評第7旅団長を補えされ、日清戦争に出征する。 日清戦争では、海上方面守備隊司令官、鳳王城方面守備隊司令官を務め、続く台湾出兵に参加し1897年12月、この F 表第一旅団長に就任する。1900年4月に陸軍中将に進級し、教育総監部参謀長を経て1902年5月5日、第六師団長に親保され、第二軍令下として日露戦争に従軍する。 佐賀海戦を経て、第四軍令下に移り法典海戦に参加する。戦後、高により1906年4月1日、君一等局実大受賞及び、高二級禁止勲章を受章、同7月6日、第三師団長に移り、1907年9月21日、男尺を授けられ、家族に劣せられる。1908年8月7日、 陸軍大将に進み同12月から韓国、中東軍司令官に就任する。1910年10月、先の韓国併合に伴い故障変更され、朝鮮中東軍司令官。1911年8月18日、公備役。1915年1月26日公挙。特使により、十二に上される。ありがとうございます。